ご安全に。大丈夫ですか？大丈夫です。あ、大丈夫、大丈夫。本当はシャボン玉行ってすぐ帰る予定だったんですけど、自分もシャボン玉までは行ったんですよ。あ、そうなんですか。ちょっと降ってきたかもしれない。あ、マジですか。雪かもな。あの、雪の動画上げてましたもんね。 あの中でそうか、よかったらもらってもらえますか。あ、いいです、例のものを。例の3点セットです。今日寒いですね、本当に。あ、すいません。どうぞ、もらったってください。これもいいですか。あ、それいいっす。またがってみます。いいです。あ、全然構わないですよ。あ、けどやっぱ軽いですね、比べると。かなり軽い車体ですね。300キロあるんで。あー、全然違うね、それは。300、エンジンなのかな、重さって。そうですね、やっぱ 1600cc あるんで。はぁ、でかい。でかいですね。このエンジンがやっぱ魅力なんですよね、きっと ね。やっぱ2気筒の面白みがありますね。さっきもいい音してたなと思って後ろを立ってみたら。ありがとうございます。ベルトのドライブで。そうなんですよね、チェーンじゃないんですよ、ハーレーは。はあ、あ、チェーンがほとんどないんですか。あ、もう今の現行ではないんですね。知らんかった。あの、点検した時に小石とかが挟んでたりしたら、もう交換しましょうかっていう手で、ディーラーもあの、どのタイミングで変えてくださいっていうのはないんですよ。制御の塊ですね、本当にこれは。 ね、すごいな。視聴者の方に会いました。偶然会いました。あいにくの曇りですけどね。嬉しかったです。はい、ありがとうございます。こちらがハーレーです。すごいっす。ストリートボブっていう。ストリートボブっていうんですか。はい、本当にすごいエンジン、エンジンで走ってるような。そうですね、本当にすごいですね。ほぼほぼもう丸出しなんで。はあ、暑くなったりしないですか。あ、結構暑いですね。暑いですもんね。前はあの、速いバイクを乗ってて、で、あ、特権のダム SS とか。はい、GPZ900R。 あ、川崎の。はい、乗っててちょっと事故っちゃって。峠で。怪我は大丈夫ですか。怪我は大丈夫だったんですけど、バイクがちょっと廃車になっちゃって。廃車になったのに怪我はなかったんですよ、擦り傷だけで。で、それは幸いですよね。ちょっと速いバイクはやめようかなと思って。わかります。はい、自分も怖えな最近とかって思って。やっぱそうですよ、横っちょ見たらわかるでしょ。そうですよね。横もそうですし、前の方もなってましたね。特殊な、これなんですか。これがあれ、ガソリンのインジゲーターなんですよ。すごいメーター類、かっこいいなこれ。ちゃんとこんなところに USA とかやっぱり変えたりするんで、ゆったり乗れるもんな。そうですね。そんなにせかされることがないんで、いいですよね。振動とかすごいんですか。あ、もうその、それがたまらんですね、その鼓動感が。またがってもダメ。あ、いいですよ、またがって。マジで。エンジンかけてもらって。うれしい。あ、じゃあ失礼して。はい、どうぞ。おおおお、なんだこれ。ハンドルがちょっと少しですけど。あ、こうやって乗るんだ。もう全然違うもんな。このランプが消えたら、この赤いランプが消えたらスタートボタンを押してもらって。なんかコンピューターのイニシャライズって感じですか。あの、チェックしてるんですよね。なるほどね。スタートで、スタートで、はい、これは、あ、ニュートラルだね。はい、一速だったら行っちゃいそうです。じゃあ今行きますよ。お、なんやこれ。すごい。この鼓動がすごいですね。
だとここですもんね、ハンドルが。一応楽っちゃ楽なんですけど。すげえ。すげえ。うわ、これ乗り慣れないと怖いですわ。これはここですか。あ、それいいですよ。はい。お、ありがとうございます。いえいえいえ。やばい。すげえ楽しいこれ。これは楽しいよね、これ。そうですね。ありがとうございました。これはすごいな、またこれも。すごいですね。マジっすか。すげえ。これハーレーダビッドソン の、 あの CVO っていう、あのカスタムベイクルオペレーション。こっちの方が、まあ、さらにすごそうですね。これ約 2000cc ですね。はすいません。ありがとうございます。じゃあ私帰ります。はい、すいません。ありがとうございました。あ、降ってきそうなんで気をつけて。ありがとうございます。じゃあまたどこかで、はい、いつも撮ってるんで。はい、また撮ります。ありがとう。嬉しかったことがありました。ハーレー乗りの方と会いました。すごいかっこいい音でね、視聴者の方に会えたんですね。